朝日新聞ポッドキャストでこのフチコさんがやっぱり大ヒットしたもんだからあの他の参入が増えたってことですかそういうことなんですよでまあフチコさんがヒットしてですねうん、うん、でまあメーカーが一気に増えたんですよねまあ,あのシェアはですね、まあ、バンダイが6割を占めていてタカラトミアーツと合わせるとまあ8割ほどを占めてるって言われていてうん、うん、でまあその中でキタンクラブ というまあ、中小メーカーがです、ね、もう大ヒットを出したということで、うん、まあちょっと我れも我れもという感じで次々とこう中小メーカーが誕生してきて<ー>まあ今はだいたい30からまあ40近いというふうに言われていますねあ、まあ、でも30から40ぐらいですか、ねうん、さっきの池袋のお店の話だと3000とかガチャガチャがあるみたいな、ね、お店もあるということですから結構このどの社も色々頑張って商品を作ってるっていうのはとこう だとは思うけどやっぱりバンダイとかタカラトミーとか強いんじゃないんですかいや,やっぱり非常にやっぱ大手は強いので、うん、なかなか、まあ、競争自体は非常に激しくなっているというふうに聞いていますで、まあ、ただ、その中でもまあ中小メーカーが頑張っていけるっていう一つにです、ねまあ、業界の,あの独特のまあ姿があるのかなというふうに思っています。 会社の規模だけでいうとです、ね、うん、キタンクラブで、まあ、20人くらいですねで、まああの、16年に創業して、ですね猫のペン置きっていうのがですね最近、100万個ぐらい売れて、すごい以上売れてヒットして、まあうん、ちょっとその腰をひねった猫が両手を上げていて、うん、その上にペンを置けるっていう。 本当すみません、知らないんでよくわかんないんですけど、ちょっとかわいい感じの、かわいい感じなんです、そういうのがヒットしていて、そういうヒット作を出したクオリアっていう会社もですね従業員は6人くらいでやってるほぼなんかマニファクチュアみたいな世界ですね、そうなんですよね、そういうこう、中小メーカーがしっかり生きていけるっていうのはなぜかっていうところに、一つは受注生産っていうのがあると思うんですよね。で これはこの業界はですね、まあ、代理店とかオペレーターと呼ばれる企業がいてそういう企業がメーカー,メー,カーがです、ねまあ、キタンクラブとかあのクオリアといったメーカーに注文して買い取っていると、うん、でその代理店が、まあ、30万台以上の,あのガチャガチャの自動販売機ですねを持っていて商業施設などに置いて商品の補充や集金をしているとへ<ー>まあそうすることによってメーカーは、まああの 過度な在庫を抱えないっていうことで言えばまあリスクが少なくなると。うん、でこれがまあ参入を可能にしてま多様な商品が生まれるっていう土壌になっているのかなというふうに思います。 なるほどこれってこういうその業界構造のあり方ってもう昔からななんんですかなんか昔からこういう感じのそうなんですよね。いやでも、なんか確かに最初ね、ね駄菓子屋さんって話もありましたけれども、うん、駄菓子っていうのも、僕はあの名古屋出身なんですよで、名古屋って駄菓子のメーカーって結構たくさんあって、はい、え名古屋市西区にですね明道町っていうところがあって、そこはもうね、あの駄菓子のン屋さんがいっぱい並んでるところがあるんですけれども、<お>駄菓子も。 いろんなメーカーが作っていて、でも駄菓子屋さんに、ね、並んでるじゃないですか、だから多分流通している人っていうのは別にいるのかなっていうふうにも思ったりもしたんですけれども、ガチャガチャもよく見ると、いろんな会社の作ったガチャガチャが一つのところに置いてあったりしますもんね。 あのガチャガチャがいっぱいあったとしてもその中身っていうのはその商業施設が入れているわけではなくて代理店とかオペレーターがやってるっていうところだからそれぞれ別々の会社から作られたものがやってきているいうそうなんですそうなんです<ー>まあだからですねやっぱそのオペレーターとかその代理店にもともとつながりがあればまあ独立しても結構やっていけるっていうふうに言われていてだからその中小メーカーのですねあのトップの人とかっていうのはもともと同業に いた,人たちも多くて、まあ、例えば、喜多ンクラブの古谷さんはタカラトミンアーツの前身の企業の出身だったりですね、うん、その先ほど紹介したクオリアの社長さんはその北タンクラブから独立したとかですね結構こう業界でこう同業にいた人たちがこう独立してやっていくというところもあるみたいですねな。なんかドロドロした戦国時代みたいなことが起きたりしてるんですかね。なんか意外とでもでもすね皆さんこう リスペクトし合っていい関係でやっているのかなというふうに私は思いましたけどなんか健全な感じですよね <laughs> えあのでもほらバンダイとかタカラトミみたいな大手もいるわけじゃないですか、はい、そういう人たちっていうのも同様にその受注をしあ発注をしたりしてるんですかそうですね大手も変わらずやっているといああなるほどねだから業界全体がそういう構造にあって でしかもその例えば6人の会社とかだといろいろ小回りも利くでしょうから、故にそういう,こうちょっとこうですね尖ったような商品も出てくると、うん、その通りだと思いますね。でも、ほら例えば大手の企業とのコラボとかっていうのは、なかなかそういう会社には難しいのでは確かに、まあ、それはそうですね、おっしゃる通りなんですけど、うん、ただ、まあ、ケンエレファントさんなんていうのは、かなりまあ大手と組んでいて、うん、まあそのやり方も結構こだわり というか、うん、まあ先ほどの話もありましたけど、まあ、残すために作るというかですねミニチュアを残すために作るっていう信念があるのでうん、うん、かなり詳細に打ち合わせをしてで、まあ、先方の納得のいく商品を出すというところまでこだわっているので、うん、まあそこのこだわりがあれば、まあ、大手であっても。 組んでくれるのかなという気はします、ね、いやそう、こだわりがすごいですよね、今、100円ってのはあんま見かけないんですけれども、200円、300円とかっていう値段で、本当に精巧なものが出てくるっていうのが、ま,あ、まさに日本っぽいなっていう,あのそう、今はね、コロナでちょっとなかなか難しいんですけれども、一時期、あなるほどなと思ったのは、空港。 成田とかに行くと、ガチャガチャが並んでるんですよね、外国から来た方が旅行、日本で楽しんだ後に帰るときに、お財布の中に小銭ありませんかと、小銭を使い切るならここでどうですかみたいな感じで、ガチャガチャをねやってもらうっていうような感じ、やってるとねすごい面白いもの出てくるもんだから、結局お札崩してるみたいな人も見ましたけれども、そういうね、なんかこう。 日本ならではの感じ、確かに僕もまあまあいろんな外国特派員として行きましたけど、ガチャガチャって見たことないですよねそうなんですね、ないし、うん、なんていうか、ガチャガチャに収まるようなサイズで、まあ、言ってみればミニチュアみたいなもの多いですよね、はい、ああいうのがこんなにこう手に入りやすい国って、多分ないんじゃないですかね。うん、いや、おっしゃる通りり、まあ、日本ののの、まあ、一つのものものづくりの姿というかですね。ね非常にこう、うん まあ魅力的かなというふうに思ってますね。それにしても、こんなに第四次ブームって言われるほどに、ガチャガチャが受ける。うん、なんかどんなところが魅力なんでしょうね。やっぱ、一つは、やっぱ商品の幅の広さというかです、ね。幅。まあ、懐の深さと言いますか。うん、まあ、だいたい一ヶ月に二百種類ぐらいですね。<laughs> 新商品が出る,っててるんです。<laughs> これ、マニアの人は結構大変ですね。もう大変ですよ、ね。<laughs> 全部抑えるっていうのは、なかなか難しい。難しいですね。うん、で、まあ、実際、これ。 いるのかなと思う商品もあるんですけども、まあ、そこにもまあニーズがあって出してるっていう部分で、まあ、取材したものでまあ面白かったものに石っていうのがあってですねいや <laughs> いやいや石ってそこら辺に転がってる石入れてんじゃないでしょうねまあ近いというかあれなんですけどもまあこれはブシロードクリエイティブのタマキューっていうブランドが出してるんですけど、うん、まあ国内の瓦で拾ったです、ね、石を 3D スキャンして、うん でまあそれをプラスチックにして、いやいやいや、はい。でまあ中がこうちょっとパコッと開いて中にこうまあ小物入れられますよというですね。<laughs> で、ああなるほどね。そうなんですでそれがですねまあこれもカプセルレスの商品で、はいはい。でガチャッと回すとそれがまんまあ出てくるっていう。<laughs> <laughs> なるほどね、まあ、ちょっと小物入れとして、うん、まあギミックを聞かしてるっていうか、あれ、何何このとこに衣装置いてんのと思ったら、中になんかね入ってるみたいな、USB メモリかかななんか入れてるみたいなそうですね、まあ、使い道もまも、あ、それぞれ、いいいろいろという、ね、まあ結構好評っていうことです,、ね、いいですよね、なんかこうね、プロポーズの時とかもね、こうこうパーンなつって石に投げつけられてね、あと何すんのよって思ってね、中開けてみたら、ダイヤのリングなんつってね、おしゃれかもしれないですね <laughs> いいですね。うん そうなんですよ。まあ、で、はいはい、あ,あとそのフチコさんで紹介した北岸クラブっていうのもですね、かなりこう尖った商品とか面白い商品をいっぱい出していて、はい、まあ例えばこうおにぎりリングっていうのが、あって、ね、<laughs> これまあ口で説明するのはなかなか難しいんですけど、おにぎりのリングでしょ？そうなんですけど、<laughs> まあ三角のこうおにぎりのケースがあってですね、その中をこうパコッと開けると、鮭、うん、とかイクラの具があの指輪の上に乗っかってるっていうですね、<laughs> はあ、あの。 非常に大ヒット商品 <laughs> 大ヒットしてるんですか170万個以上も売れたとあす,、ね、すごいですねでまあ一方でですね「こうキタンクラブ」っていうのはアートとしてのガチャガチャっていうのにも力入れていて「うん、アート・イン・ザ・ポケット」っていうシリーズもあるんですけども、うんまあ、例えばアート作品ですね彫刻家の橋本美桜さんのですね 犬であるとか猫とかの商品をガチャガチャにしていたり、えーまあ、あと水族館とコラボして、ですね、うん、まあ水族館の生き物とかをガチャガチャにして、その水族館限定で置いていたりということもしていて、まあ非常にこれも、うん、あのいい商品だなという,うい,、ね、いやあのねそう,そう僕結構あの。 美術館とか博物館とか行くのが、まあ、こう見えて好きなんですよ<お>でね行くとほら一つの楽しみがミュージアムショップってやつよね、はい、そこにいろんなグッズが置いてあるのを見ては、まあ、ちょっと楽しむわけなんですけれども大体ね結構ガチャガチャ置いてあるケースありますよねありますよねでだからその美術作品なんかにちなんだあ博物館とかだと展示してあるね動物だ昆虫だっていうものにちなんだようなものとかっていうのがガチャガチャになってる結構相性いいのかもしれないですねそうなんですねいや結構本当に なな技術がかなりあるのでやっぱりそのガチャガチャっと回してそれを持ったとしてもなんかえこんなのと思わないだけのこう質をあの確保できるっていうところがあるのかなというふうに、ね、親和性高いかもしれない、うん、そんなところが魅力そうですね、うん